今日は習字応用編をやりたいと思います。今月七月に、えー。選ばせていただいた言葉はこちらです。花雲気泡。本、え、当、ー、このままの意味ですね。夏の入道雲が大空に作る珍しい峰の形のこと。ですね。この時期本当あのー。お天気のいい日はね、こう黙々黙々と真っ白い雲。 なんでしょうあの「綿菓子大きな「綿菓子みたいなねあの雲白い、まあ、素敵な雲があの空にたくさんできていますが本当にあのこの言葉何にしようかなってこういろいろ探していた時にすごくあの爽やかでいい言葉だなとすがすがしい言葉だなと思ったので、えー、今月はこちらを選ばせていただきましたで応用編の方では「解消行書草書」この3書体を書いていきますので今日はこちらの「書いていきますので今日はこちらの「 を書きたいと思いますあとあのもしもなんですがお一人でももしもあの7月はどんな言葉を選んだんだろうってもし楽しみにしてくださっている方いらっしゃったとしたらあの本当7月ギリギリになってしまって本当申し訳ございませんでしたもしよかったらあのとてもいい言葉だと思いますので是非、えー、書いてみてはどうかなと思いますはい。 えではこちら、えー、4文字の言葉ですので、えー、半紙を4等分に、えー、折らせていただきます。 えー、ではポイント説明の方をしていきたいと思いますと最初に4つに折らせていただいたので、えーはえー、線を引っ張っておきます、はい、ではこちら右から、えー、説明の方をしていきたいと思いますとこのままの形で説明の方をしていきますこの半分この半分の半分のところの線を引いておきたいと思います 夏という字、えーあのまあ、字というのは本当好みになりますので今日書かせていただいたこの字であのちょっと説明の方をしていきますのでもしあのあそうだなって使えそうなところがあったら使っていただきたいですしもし、うん、ちょっとそれはあの自分は違うかなと思ったらそれはもうスルーしていただいてもうあのいただけたらなというふうに思います。で夏という字やっぱりあのこ,ののこここのの辺下を スーッと左払い右払いを気持ちよく出してあげたいのでということはこの上の部分ですねこの部分をあまり大きく書いてしまうとここ書くスペースがあのちょっと狭くなってしまってのびのびと書けなくなってしまうのであのまあ、横はまあこれはちょっと長めに書きますねこれぐっと長めで書、えーえー、いてあげましょうなんか,かっこいいですねでここが、えー、あまり真四角にならないようにあとあまりこう 近くならないようにあまり大きくならないようにしてあげるといいのかなと思いますそうするとちょっとあのー、スマートなかっこいい形の夏という字になるかなというふうに思いますであのー、縦角っていうのはまっすぐ下ろす下ろしてほしいんですいただきたいんですがもうこちら応用編というのはもう高校生以上大人の方 なのでもうあのだいぶあの筆にも慣れてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしもしかしたら昔書道をされていてちょっとまた大人になってやってみたいと思ってされてる方もいらっしゃると思うのでいろんな筆使いがあっていいかと思います。であの縦角とかまっすぐまっすぐですね引いても全然構わないんですが、えー、とそういった線もで書く場合全部そういった線で統一してあればそれはそれですごくこう。 あの清潔感がある正統派の,あの作品になってそれはそれで素晴らしいなと思います。でそれも書けるのであれば、えっと、ちょっとそれも置いといて今度はちょっと線に表情をつけるという意味でこの縦書なんですがまっすぐではありますが少し中に入れてありあのこの字でいきますとほんの少しだけ中に入れてます。 押さえてからでここの横線もちょっと隠れてしまいましたがただ横ではなく少しこうカーブをカーブというんですかねご,じご自分の、えっと、私のリズムご自身ご自身に素晴らしいリズム必ずありますのでこリズムに乗ったリズムのあるちょっと横線だったりとかこう縦も押さえてまっすぐではなくちょっとなんとなくこうカーブありますよね。もももうううあのこういうののかかけるる方とかはもうご自身のリズムししっっっり持っていらっしゃるのでもう 本当ご自身がが気にに入るよう書いいいいていただくのが一番いいかと思いますまっすぐ弾ける方はもうまっすぐでも全然構わないですがちょっとあのやっぱりあの線に表情を出したいなっていうふうに書いていくうちに思われたらちょっと試しにご自身のリズムで書いてみるっていうちょっとこう雰囲気を出す線を書いてみるっていうのもにもチャレンジしてもいいのかなというふうに思います。 でこうですねで横横横が来るとこういった白いあの余白の間隔ほぼ同じにしてあげるとえバランスのいい字になりますねで、えー、夏という字ここをこういったここからここまでの夏というあの横角もありますがこういった書き方もありますてこの場合はここほぼ平行同じ方向を向いてあげるといいですね で左払いがありますがこういったところ最後の方はシュッと払わずに少し木料を残してあげる形であの筆を上手にこう筆と紙との,この上下運動この,あの呼吸ですね。呼吸でこう残してあげる状態で書いてあげるととても豊かなあの字に見えますねとてもこう急いでないというかあの潤いのある、えー、線に見えますのでそういったのもできるといいかなと思います。で右払い。 右払いもちょっと、えー、この辺も豊かにこちらが木量がついて豊かですのでこちらも同じぐらいの墨の量がついているといいですね。でこことここほぼ同じ位置で終わらせてあげると、えー、安定感のある字になるかなと思います。でこの「夏」という字、えー、横角があってここここを入れる位置がここの上からくるといいですね。ということはこの、えー、ここにくるということはこことここがほぼ同じ長さにしてあげるとバランスが良くなります。 でこのこここ,う来てこここここうてですねここのクロスする部分がやはりこの上辺りでクロスしてあげると、えー、この上の部分とこの部分のとのバランスがいいのではないかなと思います。本当字というのは要はバランスなので本当にあのー、線の太さだったり、あのー、墨の量だったりちょっとしたカーブだったりちょっとした こう線の,あの長さ、短さ、ちょっとしたところであの本当にバランスがちょっと崩れてしまったり、あっ、バランスバッチリいいねっていうふうになったりするのであの本当にこれがいいですよという,もうこれっていうのがない,ないのが書道なのであの一つの参考として見ていただいてあとはご自身のリズムであの気持ちよくあのご自身の好きな形であの夏という字書いていただけたら本当にいいなというふうに思います。 はい、次雲ですね。と雲という字もこの縦画の上に、あのこの縦線の上に、この子の縦画とあとこうこうここですね。このカタカナのムみたいな。ここ入れる位置がこの上、この線の上から来ます。で、これ横角ですね。ってここ少し反り気味に書きました。で、ここがあって伝説で柔らかく跳ねました。で、ここもまっすぐ横ではなく。 少しだけカーブを出してあげるここことで、のここの中が広く見えますね。あまりカーブをつけすぎてもまたあのやりすぎになってしまうので何でもあのいい塩梅というのがあるのでこう気持ち軽いカーブで横線引いてあげると中が空間が広く見せてあげることができるのではないかなと思います。 で、こう来て縦縦縦角はこの線の上ですね。で点が4つきますね。で、横横でこここがこの線の上から来ます。で、全体的にちょっとあの伝説もそうですし、左払い右払い、少し柔らかい筆使いで書いてみました。ここもそうですし、こういうところとか。あとここもそう。ここもそうですね。ちょっとカチッカチッとしらっとはせずに、ちょっと柔らかめに書いてみました。なので、ここの伝説もちょっと柔らかいですね。 でこの横角もピシ,ッピシッとせずに少し柔らかい筆使いをしてみましたあとこことかもこう来てシュッと上がるのではなく少しだけ柔らかい筆使いで描きましたでこことここほぼ同じ位置で終わらせてあげることで雲という字も安定の下雲という、えー、バランスのいい形になるかなと思いますあと雲という字なんですがえっとこの線とこの線 えっと長さが違うのはあの見てお分かりですしあの皆さんご存知だと思いますが、えー、こっちの方が短いですよね。でこの、えー、こっちが短くてこっちが長いというのは分かってるんですが結構この長さ短すぎてもなんかここが白くあの余白が空きすぎるしこれ以上長いと長いでちょっと長すぎるっていうのでこの結構この長さ微妙であのー 微妙な長さで本当良くなったりああれもうちょっと欲しかったなってなったりするので結構この長さあの重要ではないかなっていうふうにちょっと今書いていて思いましたちょっと私だけかもしれないですがあのいいバランスで是非書いていただけたらなというふうに思いますはい次木ですねえー、っとこちらの、えー、中心線も引いておきますね だいたいこのぐらいですか。えー、と横が来てここ。台という字ですね。横来てここが、えー、ここの中心線の上から上に押さえてあげるといいですね。こう来てこう。でここは、えー、こっちの角度とこっちの角度同じぐらいにしてあげましょう。そうすることでバランスが良くなりますね。でこれはちょっと長めです。 でこういった、えー、この横角もそうですが少し柔らかい線を使ってみました腕使いで描いてみましたあとこういった入るところも少し柔らかめに、えー、描いてみましたでこうきてここも押さえてまっすぐでもいいですが少しカーブをつけてますね少しこうリズムをつけて、えー、描いてみましたでここの部分跳ねる方向気をつけましょう、ね、あまり上に跳ねてしまうと、えー、ここが窮屈な えー、ちょっとあの狭い空間に見えてしまいますのでここは明るく見せてあげられるように、えー、跳ねる方向を気をつけて描いてあげましょうはい最後「峰」という字本当峰」という字は当にこうすゑがりというかほんと気持ちのいい、あのーあのー、感じでもありますねでこちら、えー、こちらの「山」は少し小さめでちょっと縦長ですねで右側を大きく描きます はいでえー、バランスとしてはなんですがここが上でここが下こことここですねだとすると「えー、山」という字こことここの空き具合と、えー、こことここの空き具合ちょっと下の方が、えー、あここですかごめんなさいここですね。 下の方がちょっと広めです、えー、この「山」という字が、えー、これよりちょっと下に下がってしまうと、うん、な,なんでしょうね、あのー、仕上がった時ちょっと下に重たい字に見えてしまうような気がします。なので、えー、少し、えー、ほんの少し気持ちなんですがやりすぎにならないほんと、あのー、いい塩梅ですねいいぐらいのところで。 でやっていただきたいんですが、ちょっと上気味に書いてあげた方が下をあ上よりも下の方を開けてあげるという気持ちですね。で書いてあげると、えー、仕上がった時に、えー、スーっとしたあのスガスガしい峰という字になるような気がしました。で山描きます。で山であまりあの横にねあの幅を取らないようにしてあげましょう。というのはここをやはり見せてあげたいので、えー、少し。えー コンパクトに書いてあげましょう。で、ここ、えー、左払い。でこうきてこことここですね。この長さはあまり短くしない方がいいかなと思います。ちょっと短く書いてしまうとここがたくさん開きますね。でこの中にこれを入れると、うーんちょっとこの広がり横にこう広がる雰囲気というのがちょっと出しにくくなってしまうので。えー もう少しなんかこの辺ぐらいまで向かって払ってもよかったかなというぐらい伸び伸びと書いてあげると素敵な「峰」という字になるのではないかなと思います。で横横横これは大、え、体、ー、いいこの2本は同じ長さでこれが一番長いですね。ここれででととと締めてああげることであのとし,っとした あの字ににななるかなと思いまますでこの、えー、間隔はほぼ同じにしましょうで最後の縦角スーッとまっすぐ下ろしますがこの辺少し木量が残っているのますね残ってますね横押さえてスーッと払うのでももちろん OK ですができればこの辺少し墨が残る状態で少し残った状態で徐々に徐々に細くなるというこういう筆使いをしてあげるととっても豊かな線に なりますので、そういった筆使いでぜひ書いていただけたらなと思います。で、この字はあの、本当あの書きやすいですね。で、またいい具合にここが空きますので、ここにしっかりとお名前、画像を書いてあの印も押してあげられるかなと思います。はい、本当あの書道というのは？ あの字というのはほんと好みがありますのでもしあの今日見ていただいて参考になるところがあればあのぜひ使ってやってください。であとあの書き方としては本当もっと墨をつけてあの墨の量をつけてもっと豊かな線で書いてもまた素敵なより素敵なあの作品になると思いますのでご自身のリズムで、えー、ご自身があ 好きだなっていう字の形あると思いますね気持ちよくぜひ、えー、書いていただけたらあのー、嬉しいなというふうに思いますはいえー、では次回はこちらの行書体を書いていきたいと思います。